イエイ、ナイスナイス、いいサイズ、あら60超えてる、ぼや。はい、先日ですね、久々にライトジギング、ライトキャスティング希望のお客様が来られまして、真冬のね、今の時期、来時期ライキャスで何が釣れるかをちょっと動画にしてみたいと思います。基本的にライキャスは10メートルから30メートルのポイントがメイン、来時期は40から60メートルぐらいのポイントがメイン、使うルアーはまあ重くても100グラムちょっとぐらいまでの来時期ライキャスの動画をお届けいたします。だから10ぐらいになったかな。ブルーこの水深でやっといとマジそいつ一回釣れんだよな。おおおあ、ドラッグ入れてる、海遊か、海遊なら海遊、ドラッグ閉めた、海遊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 、ラインが当たった、いや、じゃあ、海遊入れて、海遊、じゃあ、魚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 でしょ、だってそんなに船動いてないよ、とりあえずそっちに奥船を持っていくから、海遊なら海遊、すげえ走ってんな、めちゃくちゃ走ってんな。いやこれだろ、めっちゃ走られてるね。目の反対側にちょっと回ってる。外れた、外れた、よしよし、おお、まだいる、何だったんでしょう、犯人は。今からじゃない。ここに逃げやろう。見えて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 きた。あれ、赤人っぽいな。おお、おお、色って、ああ、す、バラハタかもな。バラハタ。でかいな、でも結構。わあ。おお、なかなか。ドライブゆるゆるでか。うん。一瞬で多分最初根に潜ったんだろうね。思いっきり根に入ったんだ、これで。おう、なかなかいいじゃないですか。ウィーズ。ちょっと船を動かしますね。どうすか、いいサイズ、いいサイズ、リーダーイン、ネッツいる、いますね、ちょっと待ってよ、おお、マジで、おお、お、アサラの黒いやつだ、おお、いいね、いいね、でかい、イエーイ、これはいいな、これは、これはいいね、やったー、これはいいんじゃない、もう、これでいいでしょ、もう。イエス、ナイス、ナイス、いいサイズ、カン、あら60超えてる、ぼや、よっしゃ、じゃあ赤ハトばっかりやな、黒、青の
いはいはい、青の目、青の目釣りました。なんか結構ブレードジグが調子いいっすね。ブレードジグ結構根がかりもしづらいんだよね。あ、ブロータンだ。なるほど、丸口姫路ですね。丸口姫路。丸口姫路ですな。丸口姫路。あ、珍しいですね。イエーイ。さっきのこれだね。多め、多めカマス。なんだっけそれ。餅の上、うん。なんとか餅の上ですな。畑ではないか。その頭の振り方は違うかな。あ、やっぱりバラハタかもね。この色は、この色はバラハタ臭いな。バラハタ釣るね。3匹目今日。3匹目。あんま外れてない。まあでもやっぱバラハタは釣れたらそこそこの大きさが釣れるね、なんかね。ちっちゃいのは釣れないですね。今日はこいつらですかね。オッケー。なんか来たのか。何そりゃ、まあ青の目だね。青の目のちょっとサイズダウンって感じだね。へいへい。なんか顎にフッキングしてるんだけど、青の目、青の目なんか今日多いね。これ3匹目なのかな。いやいや、ドラグ出ない。なんかまたバラハタかもね。そんな気がしてならんよ。あ、丸口のでかいやつだ。これ結構引くのよね。これね、引くのよ。丸口のでかいやつ。あの、さっきのやつだ。丸口姫路かもね。走るもんね。おお、でかい、おお、これ赤字じゃない？赤字っぽいよ。おお、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。一応ネットに入れようかな。ネットを下に入れつつ落ち入れよう。オッケー。おお、こっちはこっちは赤字。だね、こっちスジアラ、うん、じゃあ見せてください、ね。ようやくバラハタを卒業しました。バラ卒。だいぶ上で食ったぞそれ。あ、青松とかじゃない。青松、青チビキとか、上で食ってきてるから。やっぱ銀色っぽいね。白い、うん、白い。なんだ？うん？カスミよ。おお、カスミ。ちっちゃい、ちっちゃいカスミ。かっこいい。ちっちゃい、ちっちゃいカスミ。おお、綺麗。オッケー、オッケー。おお。なんでしょう。大きくはねえけどな。千人フグの子供ですね。